エンゼは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベェストファーン州アルンソベルク行政管区のゾースト軍西部の町村で、ある。この町は1969年に、ゾースト軍とベックム軍の一部の新設に関する、法律による、ノルト・ベェストファーン州の自治体再編に伴って、成立した。エンゼは、ザウアーラントの北端、ゾーストヨクヤの南西端に位置している。町内を、 ハールシュトラングが東西に横切っている。この高地は、町域西部では、海抜約230メートル、東部では、海抜約260メートルの高さがある。ハールシュトラングの北側は、リッペ川方面に向かって高度が下がる。町内の最低地点であるレリングザーグルントバッハ、添いの海抜二十一メートル地点はこの地域にある。ハールシュトラングの南は、西は、 ルール川、中央は、ブレーマーバッハ川、東は、メーネ川に向かって下っていくが、その後アルンスベルクの森の西側と市部に向かって、再び高度を上げる。町内の最高地点である海抜277メートルのフィルステンベルクは、こうした箇所にある。重要な水域は、上述のルール川とその支流のメーネ川である。メーネ川は、メーネ人造港を抜けた直後にニーダーエンゼの、 東側からこの町に入る。長域内に入ったメーネ川は流れを南向きに変える。アルンスベルクの森の西側と湿粒を貫通し、エンザー湖に再び蓄えられた後、この町から流れ出る。メーネ川は、ネーハイムの北でルール川に合流する。ルール川は何度も蛇行しながら、北に向かい、ビッケデトの町境を形成している。 町域の東西幅は1 0 7トル、南北幅は7 3トルである。エンゼは、西は、ビッケで、北は、ベルル、北東はゾースと、東は、メーネゼー南は、ホーホザウアーラント軍のアルンスベルクと境を接している。町域は、14の、旧町村で構成されている。これらは1969年の自治体再編に伴う合併後、 ノルトベストファーレン州自治体法39に基づくベトサークではない。人口約12,700人のこの町は以下の地区に分けられる。以下の表の人口は2017年3月30日、現在である。ブレーメン地区北西の墓地の発掘で、この地に最初の定住がなされたのは旧石器時代、または中石器時代であることが判明した。 より集約的な集落の歴史は、墓地の研究から新石器時代末に始まったことが、裏付けられた。水を得るのが容易で、肥沃な土地は、定住に公的であった。フィルステンベルクでは、見え墓が見られる。この埋葬者は、金城、ビーカー文化に属していたことがわかっている。フィルステンベルクやウィッティンゲンの墳丘墓は、紀元前1600年から紀元前1300年のものである。 青銅器時代にも石器は大きな役割を担っていた。遠世町内で青銅器出土品が増えるのは青銅器時代後期からである。続く時代の入植地は確認されていない。一時的な入植地から単発の出土品が現れるだけである。後にこの町の集落に発展するのはおそらく6世紀から8世紀に形成された入植地であったと推測される。 それ以後の入植は主に埋葬によって証明されている。フィルステンベルク城の壁跡8世紀の終わり頃、この地域は北ドイツの2つ交易路、アールベイクとヘルベイクが交差することにより、中継地点として、また安定した定住地として発展していった。ベルールからネーハイムへ向かう、この交易路はこの地域にとって重要な道であった。この地域は、 ケルンから不況がなされた。9世紀までに、副葬品のない東西に並んだ列状の墓地が、副葬品を持つ古いタイプの墓を駆逐した。これは、キリスト教を受け入れたことを示唆している。8世紀から9世紀のカロリング町時代にはすでに、防衛施設が設けられており、フィルステンベルクのオルデンブルク城はさらに古い時代に、おそらく避難城祭として用いられていた。 1295年に初めて記述されている城塞はフュルステンベルク城であると考えられている。この城塞はケルン先帝公の城であった。この城はマルク博クによって何度も占領された。最終的には同盟を組んだマルク博クとアルンスベルク博クによって1343年または1344年に破壊された。フュルステンベルク貴族家は 数世紀後に近くにバーターラッペ城を建設した。防備を固めた水木ノイフュルステンベルクはこれよりもかなり新しい。この城管はフュルステンベルク家防流の拠点となったが1600年頃に断絶した。これら二つの城は30年戦争の際1633年に破壊された。1700年頃に建設されたフュヒテン家の領主館。 エンゼ町の主な集落であるエンゼとブレーメンは1081年と1089年に初めて文献に記述されている。この名称はその300年から400年前にこの地域を征服したザクセン人由来のものである。これはフィルステンベルクの避難状態によっても証明されている。町名のエンゼは1207年にはすでに使われており、 エンゼ騎士家の名称としても用いられていた。この貴族家の始祖は、コンラートフォンエンゼであり、エンゼ・オーバー・エンゼあるいはエンゼ・リーダー・エンゼを、本拠地とした。中世には、ケルンの制御協力修道院が、霊園領主として、ブレーメン周辺を治めた。ガーレン家、エンゼ家、フュルステンベルク家は、たびたび、ケルンの家臣として登場する。ルール側に面して、 フ,ィフテン家の騎士領が設けられた。1586年、ブレーメン集落近郊のハールの戦いで、マルティンシェンクフォンに列剣が、ベストファーレン公の部隊を打ち破った。プロイセンとフランスとの間で起こった七年戦争では、1761年7月28日に、ヘインゲン付近で戦闘が行われた。フランス軍は、アルンスベルクに退却した。この地にあった上官は、 その後破壊された。アムトブレーメンは19世紀末まで農業が主体のままであった。貧弱な交通網のため、産業の発展初期には主に周辺地区で採取される原料の再加工分野が主であった。例えば、クールホフシェ制紙工場は、はじめ、隣接する地域から提供された藁を加工していた。いくつかの食器や製材所、2つの粉引き機は、水力で稼働していた。 1889年にニーダーエンゼに落農業組合が設立され、周辺の乳牛飼育者の重要性が増していった。家畜数の増加は飼料生産地の拡張をもたらした。穀物が次第にジャガイモに代わって主食となっていった。農業経営は需要と供給のシステムに強く連動するようになった。変化する需要に対応するためには投資が必要であった。 こうした状況を背景に貯蓄、貸付銀行が設立された。アムトブレーメンで最初の貯蓄銀行は1885年に開業した。19世紀末にキルヒシュピールブレーメンはアムトケルベッケから解放された。ビッケデとネーハイムに工業地区が創設され増加した工場労働者がこの町に居住した。職場へは徒歩で あるいは1898年以降は新設された京弁鉄道で通勤した。工業化によって住民の社会構造が変化し、それまで強力だった教会の影響力が弱まった。文化生活や社交生活は射撃クラブ、合唱団、社交クラブ、軍事クラブで彩られた。射撃クラブは部分的には軍事的な近世の射撃兄弟団を近源としている。 このクラブはカトリック教会の近くにあった。第一次世界大戦末まで農業経営の機械化はわずかにしか進んでいなかった。日々の労働は手作業や家畜の力によっていた。1930年代初めまでこの地域はわずかしか電化されていなかった。自然科学的な知見や肥料と土地改良が農業の収穫を増加させた。農業生産品は 自家消費だけでなく、徐々に自由市場に出されるようになった。第一次世界大戦中農業生産量は、著しく落ち込み、軍から車両を引くための動物が要求され、若者は兵役に取られた。戦争中80人が死亡し、多くが身体的、精神的障害を負った。1920年代半ばのインフレーションが収束した後、促進プログラムや、 農業組合の設立により、農業状況は改善した。バイマル共和制の時代、キルヒシュピール・ブレーメンの社会構造は、技術的、工業的革新にもかかわらず、本質的には、伝統的な田舎の性格のままであった。階層に支配されたカトリシズムが共通の価値観や、文化的指向性の観点から総合的な、方向付けのシステムを形成していた。住民の大部分は、 伝統的に経験であるよう教え込まれていた。中央党は1932年まで最も有力な政治勢力であり、最高77%の得票率を記録していた。NSTP の得票率は1928年、ドイツ国会選挙では0.8%、1930年6.9%、1932年7月10.7%、 1932年11月7.2%、1933年3月22.5%であった。国家社会主義者による権力掌握以前からすでに NSTP の住民グループは拡大し、組織化されていった。率先していたのは、ニーダー・エンゼの在京軍人会であった。この団体は、1933年5月1日に、 最初の国家社会主義の祝日を挙行した。6月1日に、ブレーメンの役人に関して、職員の血筋と政治的信頼性について、回答を求められたとき、アムトの長であったネレは回答書中、そうした条件に基づく解雇が必要ないことを強調している。すべての役人が疑いなく、アーリア人の血統であり、政治的に目立つところはなかった。 共産主義の職員はいなかった。在京軍人会は徐々に民主主義的な規約を破棄し、指導者原理主義に傾倒していった。集会では国家的な事柄について参加者が制約を行うことも稀ではなかった。伝統的な祭りは国家社会主義的な要素で観骨脱退されていった。アムトブレーメンでは祝祭の手順に特徴があった。相当、または 好意の幹部のスピーチを聞くことが祭りの幕開けとされた。戦没者に対する異例や功績のあった支持者の検証がこれに続いた。旗を掲げた行進や松明行列が共同体の奨励する要素として行われた。住民は屋外や大きなホールに集まった。これに対する抵抗はほとんどなかった。状況に応じて職業特有の国家機関が設けられ、 その下で経済の再編がなされた。この期間は終始権威主義的に振る舞い、実際に就労している住民の利益代表は締め出された。形成されていた労働組合は解体され、ドイツ労働戦線が形成された。1933年7月にゾースター・ザイトゥングは、ベルルシとアムドブレーメンのすべて教員が国家社会主義教員連盟の会員になったことを伝えている。 国家世襲農地方によって、アムトブレーメンに34の農場が、世襲農場に割り当てられた。消防団はそれまでの組織を解消され、ブラントマイスターの指導下で新たな消防隊が編成された。ヒトラー有限と、ドイツ女子同盟、寒気立候団、ドイツ女性事業団などの組織が形成された。党の底辺は裾野を広げ、影響力を拡大した。 当院数増加のため、1938年に NSTP ブレーメン事務所が新たに設けられた。事務所ホールと旅館オッターステッテではガウフィルムステッテによってプロパガンダ映画が上映された。公的には何年も前から失業者はいなくなっていた。いわゆる緊急失業救済事業によって1万人の日雇い労働者がギュネと ヒンメルプ・フォルテンとの間のア地チに集められた。第一次世界大戦以降半分作られたまま廃墟となっていたビスマルク島が完成し、ドイツ国の初代首相の栄誉に捧げられた。ブレーメント・ニーダー・エンゼにはヒトラー・ユーゲントの家が建設された。旧ヒンメルプ・フォルテン修道院。1943年5月に洪水によって破壊された。アムト・ブレーメンは、 第二次世界大戦中、大きな損害を受けずに過ごした。深刻な事件が、1943年5月17日の、メーネのカタストロフィであった。メーネ人造湖のダムが、連合国軍の爆撃によって破壊され、エン世町内では1246年に設立された、首都会のヒンメルプ・ホルテン修道院や小集落のヒンメルプ・ホルテンが洪水によって破壊された。また、 多くの住民が死亡した。1945年4月1日にアメリカ軍がエンゼとその周辺を大きな戦闘なく占領した。アメリカ軍はこの地域を占領し国家社会主義に加担しなかった人物に行政を委託し戦後体制を組織しようと努めた。1945年5月30日アメリカ軍はイギリス軍と交代した。周辺で発見された 戦争捕虜収容所は1945年8月までに廃止された。このアムトの食料事情は自家消費分程度は農作が維持されていたため、大都市周辺部に比べてそれほど劣悪なものではなかった。労働者も約70%が自前の小さな家に住んでおり、家庭菜園で栄養状況を改善することができていた。 1946年4月に最初の地方新聞としてセディよりのベスト・ファーレンポストが刊行された。1946年4月1日、イギリス管理地域内に修正ドイツ市町村でが施行され、立法上並びに法令執行上の権力が市町村レベルから切り離された。最初の戦後地方選挙は1946年秋に行われた。 この選挙では、セディが319票、中央党が230票を獲得した。しかし最も多くの票を獲得したのは、無所属の候補で1697票を得た。最初のアムト長は、クリスティアン・クラーマーで、二人の副長は、無所属であった。行政機関は、無罪であると認められた、グランツネルが率いた。 追放された人々の最初の組織的な移動は1946年夏に到着し、住宅市場の状況を一層悪化させた。このアムトの人口は1939年から1947年までに約42%増加した。難民は主にブレーメン地区、ニーダーエンゼ地区、リュトリンゲン地区に居住した。住民たちは住まいの半分を難民に提供し、 キッチンの使用を認めるよう命令された。住宅不足は時に深刻な紛争に発展した。1950年になってやっとこれを沈静化させる特筆すべき住宅建設政策が取られた。1950年代と1960年代は著しい住宅建設と先進的な工業化を特徴とする。商業や 工業の新たな進出により住民はさらに増加し、大規模なインフラ改善策が執行された。電力網、下水道、道路が全面的に拡充された。農業経営は減少した。1970年代になるといくつかの集落の景観は部分的に全く異なったものになった。いくつかの歴史的建造物が解体されて、新しい建築に建て替えられ、 道路は歴史的建造物を考慮することなく自動車交通に適合するよう拡張された。自治体エンゼ町はゾースト軍とベックム軍の一部新設に関する法律に基づき1969年7月1日に成立した。それまでアムトブレーメンの町村であったビルメ、ビッティンゲン、ブレーメン、ゲルリンゲン、ヘインゲン、ヒュニンゲン、リュトリンゲン、ニーダーエンゼ、 オーバーエンゼ、パルジット、ルーネ、ジーベリンゲン、ホルブリンゲン、バルトリンゲンがアムトに属さない新しい町村、エンゼとして合併した。アムトブレーメンは廃止された。新たな自治体の行政機関はブレーメン地区に置かれた。エンゼの人口は1981年から2006年に急速に増加した。以下にその人口推移を示す。 ブレーメンの聖ランベルトゥス教会この地域は、もともとほぼ完全に、カトリックの地域であった。第二次世界大戦後に、旧ドイツ東部領土から追放された人々や、その他の新たな住民の流入によって、福音主義信仰を持つ住民が増加した。エンゼには三つのカトリック教会、すなわち、ブレーメンの聖ランベルトゥス教会、ニーダーエンゼの聖ベルンハルト教会、 ビルメの聖霊教会、および三つの礼拝堂、ヘインゲンの聖ヨーゼフ礼拝堂、バルトリンゲンの聖マリエン礼拝堂、オーバーエンゼの聖、ロフスおよびイージドール礼拝堂がある。これらは、パーダーボルンヒロツカサ教区、ヘルベーク首席主催区、エンゼシュボク連合に属す。福音主義者らは、戦後間もない頃には、個人宅で聖書の朗読を行ったり、ベルルや、 ネーハイムの福音主義教会へ行ったりしていた。1946年以降福音主義のキリスト教徒はニーダー・エンゼの聖安な礼拝堂を利用し、1976年からはこれを沈借した。この他にエンゼのブレーメン地区にパウルス教会を有している。教会堂と教会共同体組織ゲマインではベスト・ファーレン福音主義教会ゾースト教会地区に属している。 演説の町役場町議会は1998年の議会選挙以降26議席からなる。町長は町議会議員ではないが議会において投票権を有している。2014年5月25日の選挙で当時現職だったフーベルとベーゲナーは有効投票の88.2%の支持票を獲得してその地位を守った。 1969年にこの町が成立して、以後の町長を以下に列記する。演説の姉妹自治体を示す標識図柄、銀字と赤字に、挙手状に、上下に分割。上部は吊り下げられた状態で赤い紐でくくりつけられた黒い馬の花ばさみ。下部は2本の金色の横帯。解説、1971年1月22日に認可された、この紋章には、 上部に赤い紐でくくりつけられた黒い馬の花はさみが描かれている。この部分はこの地域の歴史に重要な役割を演じたエンゼ家の紋章から取られている。中央を分離する巨子状の線はかつてブレーメン地区にあったバーターラッペ城を象徴している。この城はフィルステンベルク一門の主城であり、かつてはブレーメンの紋章にも取られていた。下部の赤い横帯は フィルステンベルクの紋章であり、配色は両家の家紋の色である。ニーダーエンゼの郷土博物館キルヒシュピールブレーメンの地元風俗保護団体は、かつての貯蓄、貸付銀行内の3つの部屋に、博物館を運営しており、一般に見学することができる。この団体は、定置ドイツ語方言を保護してもいる。ニーダーエンゼヒンメルプフォルテン歴史、郷土保護協会は、 ベルンハルト州で前に、ニーダーエンゼ郷土博物館を設けている。この教会による展示は、聖ベルンハルドス教会内でも行われている。オーバーエンゼの納屋の中にシュロティス、オールドタイマー博物館がある。この私立博物館には主に二輪車が展示されているが、自動車、ガソリンスタンドの備品や、その他の技術的物品も展示されている。エンゼには固有の劇場がない。 ビルメ地区には MGV ビルメの演劇グループがあり、秋にオーバーエンゼ射撃会館で数日間公演を行っている。その他に近隣都市のベルル・ゾースとアルンスベルクで演劇が行われている。ブレーメン地区にある音楽隊の泉エンゼの最も古い音楽クラブはヘインゲン音楽協会である。このクラブは1908年に創設された。 このクラブは1956年にザ・ウアーラント音楽連盟の設立メンバーとなった。最初の少年合唱団は1968年に設立された。この合唱団は30名の少年で構成された。1978年に設立された新しい少年合唱団は男女両方で構成された。10年後に再び結成された。 少年合唱団は35人の男女で構成された。1998年に65人の子供からなる最新の少年合唱団が結成された。オーケストラには54人が参加している。2008年に連邦大統領ホルスト・ケーラーから音楽協会にプロイコールムジカイコールメダルが授与された。ブレーメン消防団音楽隊は1927年から存在している。 1977年から女性もこの音楽隊に参加している。2010年には消防団のブレーメン、リヒタウゼン青年音楽隊も結成された。ブレーメン消防団音楽隊は、第二次世界大戦後西側のブラスオーケストラとしては、初めてブラハのバーツラフ広場で演奏した。ニーダーエンゼ音楽協会は1949年に創設された。 このクラブは14人で結成された。2009年現在、このクラブのメインオーケストラには52人のメンバーがいる。このクラブは少年、成人合唱団を有している。オーバーエンゼンの聖、ロフス及びイージドール礼拝堂ブレーメンックの聖、ラムベルトス教区教会は12世紀に小さなバシーカ教会として建設された。 20世紀に内人を有する三老式ハレンキルヒエに改築された。フュルステンベルクの礼拝堂は、もともと14世紀に建設されたものである。さらにエンゼでは、オーバーエンゼの聖、ロフス及びイージドール礼拝堂、ビルメの聖ウルバヌス礼拝堂、ニーダーエンゼの聖ベルンハルト教会も、保護文化財に指定されている。ヒュゲンのフュヒテン家の情官は、領主観を持つ。 給水場である。この上官は17世紀に建設され、1726年に礼拝所翼が増築された。冬飛天城祭としての最初の記録は1298年になされている。何度かの改築を経て、ベストファーレン南部で最大の漁師館となった。1990年代半ばからこの上官は、私有物となっている。ルールは上自然保護区。 旧人間近郊のルール側2006年現在、エンゼ町内の8カ所が、ラントシャフトプランボルトビッケデエンゼで、景観保護地区に指定されている。LSG ルールテラス線、LSG、ブレーマーバナーバーメルバッハシステム、LSG、フュヒテナーハイデ、フュルステンベルク、LSG ティーフェスタール、ランゲスベルク、ヘインガーベルク、LSG メイネタール、LSG ビルマービュッシェ、 ヒンメルプ・フォルター・ハイデ、リーゼンベルク、LSG ・ビッティンガー・タール・ツーク、ビルマー・グルント、LSG ・ゲルリンガー、グルントである。この他に、エンゼには6つの自然保護区がある。NSG ・ルールアウェ、NSG ・エンザー湖、NSG ・モースフェルトの森、NSG ・森に覆われたバーメルバッハの水源地区、NSG ・ブレーマー・バッハウェ、NSG ・フィルステンベルクである。ルールアウェ、 エンザー湖、モースフェルトの森の3つの NSG は、欧州保護区にも登録されている。FFH 地区の森には、赤飛び、ヨーロッパハチクマ、ヤマゲラ、ヒメアカゲラなどの珍しい鳥類が生息している。町内には2つの自然文化財がある。オーバーエンゼ地区のハールシュトラングの尾根にある、ヨーロッパならの木と、ゾースター通りのジーベリンゲンの西の入り口にあたる、農地にある、 ヨーロッパならである。町内には11の保護地形形成要素がある。さらにいくつかの保護されたビオトープも存在する。1905年にブレーメン地区で体操、スポーツクラブブレーメン1905が設立された。これはゾースとサッカークライスで最も古いクラブである。このクラブはサッカーの他に自転車、バドミントン、ケーゲルン、自動体操、体操の部門がある。 6年後の1911年にニーダーエンゼで日曜祝日にサッカーを奨励するためにマリアニシェ・ユングリングス・ゾダリテートが設立された。このクラブは1924年にドイチェ・ユーゲント・クラフトに移行した。国家社会主義の時代にはこのクラブは活動を停止していた。1951年にツース・ニーダーエンゼとして体操部門が活動を再開した。 時代が経つにつれ、幅広いスポーツに対応するようになり、体操、卓球、自転車、一輪車部門がある。同じく1911年に、リュトリンゲンで純粋なサッカークラブとして、SV リュトリンゲン1911が創設された。このクラブも DJK に移行した。1935年にこのクラブも活動を停止した。1942年まで、密かに試合が行われていた。 第二次世界大戦後クラブが再結成され、1945年に試合が再開された。時代とともに、サッカーの他にテニスやバレーボールも行われるようになった。20世紀初め頃に設立されたブレーメン聖ラムベルトゥス射撃兄弟団は、自前の射撃ホールの地下室でスポーツ射撃を行っていた。この射撃ホールは1905年に、 エンゼに建設されその翌年に増築されたものである。その後この射撃ホールは幼稚園としても利用された。射撃兄弟団は1754年に作られた最も古いメダルである何キログラムもの重さがある、ニヒスケ決定を誇りにしている。1824年に設立されたオーバーエンゼ聖ヨハネス射撃兄弟団はオーバーエンゼに射撃ホールを有している。 このクラブはここで活動を行っている。ニーダーエンゼ、ブレーメン、ヘインゲン、ヒュニンゲン、ルトリンゲン、オーバーエンゼ、ジーベリンゲン、バルトリンゲンで開催される射撃祭の他に2002年8月11日からエンゼのハールエーゼルレースが始まり、毎年開催されている。毎年10月の最終日曜日にニーダーエンゼでアラーハイリゲンマルクトが開催される。ブレーメンでは 毎年第一アドベントにプフラスターフェーテが開催される。これは1984年に町の中心部が舗装されたのを記念してパン屋の親方ハインリヒクラップと銀行頭取ビリー・シュタインホーフによって創始されたクリスマスマーケットである。ヘインゲン産業地区長の経済発展は企業家を支援するためのエン町の責務である。行政の任務は特に 1980年代初めに拡張整備された平院元工業パークの産業用地の中介である。この工業パークの産業用地は50万平方メートルの広さがある。最大の工業系企業で最も重要な雇用主がケトラー社で、ここに管理部門と製造部門の一部を有している。ブレーケルマンアルミニウムは、 アルミニウムの成形物やパイプを製造しており、ヘインゲン工業パークにある。ここには、エンゼニーダーエンゼのハイマン社の支部工場もあり、自動車産業の衝撃を押し出し成形部分を製造している。イノテック社は非常用照明器具や非常口表示器具を製造している。エネルコン社は風力発電機を製造している。ヘインゲンの工業パークには上述の企業の他に、 中規模企業が立地している。工業化が進む一方で、手工業や農業も大変に重要である。この町には約450社、約3500人の職場がある。エンゼ町内を通るアウトバーン A445 号線。画面左の川はルール川。両者の間にある上管が、冬起点上、ンゼ町内をベルルから主流の遠世ブレーメンを通り、 ニーダーエンゼとオーバーエンゼとの間をハールベイクとしてメンデゼ方面に連邦道 B516 号線が通っている。アウトバーン A445 号線、A46 号線はベルルから長域の西端に沿ってアルンソベルクに向かう。長域のやや北側をドルトムントからカッセルに向かう。アウトバーン A44 号線が通っている。 エンゼは直接鉄道網に接続していない。1898年から1964年まで、ルールリッペ軽ン鉄道の路線が町内を通っていた。当時、エンゼは、ネーハイム、アルンスベルク、ゾーストと鉄道で結ばれていた。エンゼ自体に飛行場はないが、パーダーボルン、リップシタット空港やドルトムント空港を介して、国際航空路線網と結ばれている。町境のすぐ、 西外側にアルンスベルクメンデン飛行場がある。全長 65.1km のメーネタール自転車道がニーダーエンゼ近くの町内を通っている。ベストファーレンポストはベルル版、ビッケで及びエンゼ版、ゾースト版を2009年7月1日に廃止した。このため、エンゼ向けには地方日刊誌、ゾーストアンツァイガーと機関のローカル雑誌、 エンゼプレスが刊行されているだけである。2012年末からこの雑誌はオンラインになっている。公共放送 WDR の他に、エンゼでは民営の地方放送、ヘルベークラジオが放送されている。最寄りの病院は、ベルルのマリアネン病院とゾーストのクリニークムシュタットゾースト及びマリエン病院である。この町は、スイミングプールも運動場をも運営していない。 ニーダーエンゼには教育用スイミングプールがある。最寄りのアルンイコールネーハイム、ベルル、ビッケでメーネゼーケルベッケにある屋内、屋外プールを利用する。エンゼには、調律図書館がない。ブレーメン聖ラムベルトス教区がカトリックセーベルンハルト公共図書館を運営している。この図書館は、火曜日ごとにヒンメルプフォルテンで貸し出しを行っている。この他には、 4週間ごとの木曜日に、ゾースト軍の移動図書館が利用可能である。軍の移動図書館は、他の図書館を経由する遠隔貸し出しにも対応している。コンラート本演ぜ修礼演ゼには、調律基礎家庭学校が3校のほかに、最初の4年間だけのカトリック宗教学校がある。上級の学校として、演ゼには、本家庭学校と実家学校が組み合わされた、 コンラート・フォン・エンゼ・シューレがある。ギムナジウムや職業・訓練学校の生徒は、周辺都市の学校に進学する。エンゼ・ブレーメンには、ベルルビッケ・デ・エンゼ市民大学の教室がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。